はい、どうもタクタクです。 MTG アリーナやっていきましょう。この今回はこのウェルカムセットをちょっと買ってみようかなという回ですね。まだねベータ版で本当は課金とか怖いんですけど、お支払い情報が必要ですと。ちょっとこれで進んでみましょうか。 OK、 そうするとあ、なるほど、ブラウザーが立ち上がりましたね。これ映ってないと思うんだけど、はい、どうやら変えたらしいです。ペイパルを僕は使いました。ペイパルという支払い方法が選択できるんですよ。インターネットでクレジットカード登録して、まあ、ペイパルにお金チャージとかしたりとかしてお支払いできると。結構ねポピュラーな、購入方法ですね、ネットではね。まああまり知られてない人も多いかもしれませんけども、気になる人は検索してみてください。じゃあちょっとこれを受け取る。で、受け取ったら、本来はこの2万ジェムとかで、いろいろ買えるんですね、こうやって。こっち、これ、どうやって見んのこれ。あ、まあ、約100ドルですよね。100ドルで2万ジェムなんで、今いくら日本円にすると1ドル。結構高いよ、だから。90パックででも、何これ、破壊不能の、いや、16分の16クリーチャーとか、10マナで、すごいすごい。これが2枚確定でもらえるってことか、これ。っていうようなパックとかも買えるようになってるみたいですね。で、パックを見る。これが基本セット2019っていう、パックが5枚、5パックか5パックついてるのと、あとジェムが2500円分、じゃないかな、2500個ついてくるっていうのを、5ドルで購入しました。日本円でまあ600円とか700円とか、ぐらいなのかな、もう時価だと思うんですけど、ドルなんで。じゃあこれを、まあ、500円ぐらいの時もあるかもしれない。じゃあこれで、開けていきましょう。はいはいはい。お、なんか今、ふわっと出ましたね。なんだ。これが、どんでん返し。クリーチャー2体を対象とし、それらのコントロールを交換する。ほうほう。どういうこと？あ、自分のクリーチャー、と相手のクリーチャーを交換するってことか。面白いカードだな。で、これはドスン。ドスン魔法なのそれ。この呪文を唱えるための追加コストとしてクリーチャー1体を生贄に捧げると。クリーチャー1体か、プレインズウォーカー1体かプレイヤー1人を対象とする。ドスンはそれに、その生贄に捧げたクリーチャーのパワーに等しい点数だ。あー、なるほどね。直接こう、ダメージを与えることができると。感染性の恐怖。ゾンビホラー。面白い。攻撃するたび各対戦相手はそれぞれ2点のライフを失う。お互い結構リスクのあるカードだな。根の罠。このターン与えられる戦闘ダメージをすべて軽減する。あー、フォグだね。フォグのコストが、ノームっていうカードがあるんですけど、それのコスト高い版だ。ボガートの粗暴者。あ、この、ん？この効果がわかんない。本質の散乱。クリーチャー呪文一つを対象とし、それを打ち消す。あ、これはカンスペだ。カンスペなくなったって聞いたけど。いわゆるクリーチャーだけ打ち消すやつですね。あなたの墓地からクリーチャーカード最大2枚を対象とし、それらをあなたの手札に戻し、その後カードを1枚する。結構いろんなカードがあるな。で、これはレアカードでしょうね。さあ開いてみましょう。消耗した全能。各プレイヤーはそれぞれの自分のライフの半分を失い、はい、自分の手札にあるカードの半数を捨て、まあ8枚なら4枚、6枚なら3枚ってことですかね。その後自分がコントロールしてクリーチャーの半数を生贄に捧げる。それぞれの、単数は切り上げるということで、これ要は一気にあれだ、もう自分のカードこれ最後0枚だったらめちゃくちゃ強いですよね。相手いっぱいあって。とかね。その有利な状況の時に使うと。なんか結構使い勝手が、でもコストが5だからな、どうなのかな、わかりませんが。これで、ああ、4パック。もうこれちょっと長い時間かかりすぎなんで、ちょっとサクサクいきましょう。これからは。で、主にレアカードを見、あ、これ何？これがなんか、いっぱい集まると好きなカードと交換できるとかそういうことだったらすげえいいよな。まあ、こういうのがあったり、な、気になるカードがあったら見たいけど。まあまあまあ。あ、そこ持ってるやつね。逆毛の犬獅子。で、
思考の幻影、2マナの1分の3クリーチャー、あなたがコントロールしている他のスピリットはプラス、あ、スピリットデッキを作る上では欠かせないようなカードですかね。なるほどなるほど。じゃあ3パック目いきましょう。はい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 。アジャニの歓迎。おお、1体コントロールの下で出るため1体ライフか。面白いなこれ。 1コストだしね。初手に出してどんどん回復するというゲートができる。垂直落下。あ、これなんか持ってる。はいはいはい。マナリス。モノリスじゃなくて。あ、これいいじゃん。好きな色、一色のマナ1点を加えれる。面白い。はいはいはい。で、レアカードが、エルフの部族呼び。あなたがコントロールしている他のエルフはプラス1プラス2の修正を受ける。おお、エルフデッキ。エルフであり、ドルイド。エルフデッキとか作れるのかな。6コストで、あなたのライブラリーから、エルフの部族を呼びという名前のカードを1枚探し、それを戦場に、なるほど。出す。その後、あなたのライブラリーを切り直す。これ、すごいね。あ、エルフの部族呼び、デッキ、作れるじゃないですか、これ。これがいっぱい並ぶと、もう、すごい、すごいいっぱい、エルフが強化されていくと。わあ、どうなんだろう。作れるかな。エルフ結構多そうだからね。はいはいはい。あ、なんかかっこいいの出てきたよ。火山のドラゴン。これ昔レア級の、あ、でもあれか。これラースのドラゴンっぽい感じするな、なんか。うん。こういうなんかドラゴン系のカードって割とレアだったんだけどな。ああ、これ装備品ってのもある。はいはいはい。じゃあ、レア見ましょうか。はい。え？神話レアワイルドカード。このワイルドカードと引き換えに、神話レアのカードをどれでもデッキに加えることができる。え？めちゃくちゃ強い？いや、わかんない。わかんないけど、とにかく、好きなレアカードを手に入れることができるぜっていうことなら、いいね。神話って何？神話ってないや。でもなんかとにかくいいのが出たと思う。だって好きなカードが選べるんだ。で、新米騎士。はい。いや、これいろ、ちょっといろいろ考えるの楽しいな。爆発性の危機。爆発性の危機を生贄に捧げる。ブレインズウォーカーとか。プレイヤー限定なんだ。はいはい。沼踏み。うわ、なんかシンプルなクリーチャーだな。エルフの再生者。あ、これは、あれだ。マルチカードってやつですか。じゃあ、レア見ましょう。はい！お、なに？アジャニ、最後の抵抗。すごい長いテキスト書いてるよ。あなたがコントロールしているクリーチャーが、ブレインズウォーカーが1体死亡するたび、あなたはアジャニ最後の抵抗を生贄に捧げてもよい。そうしたなら、飛行を持つ白の4分の4アバタークリーチャートークンを1体生成する。ほうほう。対戦相手がコントロールしている呪文が能力によって、あなたはこのカードを、捨てるとき、あなたが平地のコントロールしている場合、飛行を持つ白の4分の4アバタークリーチャートークンを1体生成する。ちょっと難しいな。これ強いのかな。これエンチャントだから、するたびでしょ。これを1枚出してしまえば、毎回ってことだったら強いよね。どのクリーチャー、1分の1のクリーチャーでもいいってことでしょ。当たったら強いか。へえ。まあ、ちょっといろいろ使ってみたいけど。はい。で、これで終わりか。ホーム。これ自分のカードを見るにはどうしたらいいんだろう。デッキかな？デッキで、どれで見ればいいんだろう。例えば、ここを押して、あ、これで見れますね、多分。レアだけとか、カテゴリー分けできんのかな？今白ばっかりだけど。結構いろいろ集まってきましたね。これ結構進めていくと、あ、グレイブディガーがいる！懐かしい。これ僕が本当に中学校ぐらいの時にやってた、テンペストのカードだったかな？グレイブディガーは。
そのイラストのままですね。ちょっと使い方がいまいち、そのさっき撮った交換用のこれだと思うんですよね。わかんないんだけど、未所持。あ、なんか待って、クラフトウォールって書いてあるの。これ押すと1枚のワールドカードを交換しますか。ワイルドカード1アンコモン枚のをこのカードと交換します。この操作は元に戻せません。デッキを完成させる。デッキを作るときに、要はこれ一つってことですよね。これでこのカード増やせるってことだ。まあ、この操作ちょっとあれだ、重要になってくるから、ちょっとやめさせてくれやめさせてくださいこれちょっと、うん、使いたいときに使いたいあ、でも必要なカードを選んで、やっぱこれ貴重だわ。これかなり貴重だと思います。必要なカードをこれで集めていくってことだ。はい、ということで今回は初めてのね、パッ、なんだろう、初心者用のなんていう商品名だっけ。それからそれを買いました。5ドルペーパルで購入しました。こういうのをね、ちょっとお買い求めやすいのを買ってから始めるっていうのもありだと思います。結構ね、レアカードも集めやすそうだし、あとこのジムっていうのがあると、どれだったかなあ、これだ、ドラフトってのがあって、これ見てください。カード15枚入りのドラフト用パックからカードを1枚選んで取り、回ってきたカードからも1枚ずつ取っていきましょう。取ったカードすべてあなたのものになるんですよ。まず750が参加費なんだけど、これでまあいろいろカードを集めていって、じゃあいざデュエルっていう感じでこう勝っていくと、ジェムもこれ見て勝っていくと、ほらこんなに報酬がもらえるの、750で。つまり、6勝するともう、まあ6勝じゃないね、もうね。多分この辺まで来ると、まあ、100ジェムかもしれないけど、だってパックがそもそもいっぱいもらえるんですよ。元はもう多分、ほぼほぼこの辺でなんか取れちゃってるような感じかな。だから4勝ぐらいするといい。でも、もう儲けたかったらもう、この辺まで行くと、すごいもらえるってことですよね。でも待って、これ勝っていって初めてもらえるのか、それとも勝つたびにもらえるのか、あ、わかんないけど、とにかくこのジェムの有効的な使い方はなんかこれな気がするんですよね。ちょ、こういうなんかドラフトとかをやっていくっていう楽しみも今後あるなって思います。というわけでね、次回はこのドラフトを何かやっていきたいと思うんですけども、なんかマッチドラフトとか、その、これはラブニカの、献身でいいのかな？だったりとか、そのパック、手に入るパックが違う、そのドラフトをするパックが違うんで、うん、その欲しいやつでやっぱやっていくっていうのがベストかなと思うんですけど、うん、この辺もちょっと、うん、楽しそうなので次回やっていきたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。